西駒山荘西駒山荘は、長野県稲市の中央アルプス北部、正義頭山の頂上直下にある山小屋。地元長野県稲市が所有しており、第3セクターの稲市観光株式会社が指定管理者となって、管理、運営をしている。7月第2土曜日から10月体育の日までの約3ヶ月間営業している。それ以外の期間は、 小屋の一部を避難スペースとして開放している。営業期間中は食事付き、寝具付きの宿泊が可能。アルコールや飲料、軽食の販売も行っている。建設の経緯からわかるように遭難防止対策の施設としての位置づけはもちろん、環境面にも配慮して完全回収型の袋回収式トイレやカレー皿をペーパーで拭き取ってもらうなど山岳環境に負荷を。 かけない取り組みをしている。また、遭難対策防止活動、高山植物保護活動、登山道の整備、山岳環境保全、学校登山の拠点になっている。西駒山荘の裏には1990年頃から、地元の中学校の学校登山の際に、生徒が植え付けた駒草が増殖し、中央アルプスでは有数の群生地となっている。他と違い赤みが強いのが特徴。 2016年、山小屋の始まりとなった1915年建設の石室が登録有形文化財に登録された。将棋かしら山の山頂直下にある、遭難日1913年8月26日、長野県上稲郡中三輪村の中三輪神城、高等小学校の学校登山で、木曽駒ヶ岳に登山、暴風雨に遭い、翌27日にかけて、 稲小屋から行者岩の安部にかけての山中で赤羽長重校長以下11名の生徒らが死亡した遭難があった。この事件は新田次郎氏によって生殖の日として小説化され、その後東方により同盟の生殖の日として映画化された。この遭難後、登山道の途中に避難小屋の必要性が指摘され、広く寄付を募り、山独のうちのかや、 天狗地区を中心にして、2年後の1915年に、現在の地に、石室が建設された。その後、増築を繰り返し現在に至るが、建設当時の石室は現在でもほぼ当時のまま、現役で使用されている。1967年、駒ヶ根市に駒ヶ岳ロープウェイが開設されてから、登山者の流れが変わり、経営は、稲市遺館、その後は、 新州大学農学部の学生寮、中原寮の寮生が管理を受け負っていたが、2000年より専属の管理人制度になる。2009年より稲市観光に指定管理している。2013年に山小屋の老朽化による建て替え工事に伴い営業を休止し、2014年8月に新僧をオープンした。2015年現在水場となる湧水の天明水。 将棋頭山から望む残雪期の基礎たけ。ありがとうございます。